こんにちは。モレックシンテズ。今日はケタミンの面をプレイしますね。まあ、結構大きくてややこしい分子なんですけど、まず左上に、まあ大体この形の通り置いてきますね。ベンゼンと塩酸ですよね。塩酸とあとアンモニアとメタノールですね。メタノールと、あとまあここのところね、こっちを使います。こうかな。あとプロペンね。まあこれで大体形通り置いてですね。まず、こっちと比較して、まあここの炭素の水素は、三つ抜かないといけないですよね。だから F でマイナスマイナスマイナスと。で、あとここの、酢酸と、酢酸だっけ？違うな、これ。アセトンだ。アセトンとこのプロペンをくっつけないといけないんで、2番、ここの水素を1個抜いて、で、さらに、まあ、ここの水素1個足せばいいんだけどね。3番1個水素足して、これで、くっつくんですよね、一応ね。で、あとはね、ここの、まあ、窒素から水素を2つ抜かないといけないですよね。2つ抜いて、2つ抜いて終わりかな？ここは。ん？あれ、二重結合？ん？あ、大丈夫だよね。だと、ここの、ヒドレキシルキは、エッジを1個足して、消すと。だとね、ここも、まあ、ここの C とここの C くっつけないといけないんで、ここの C の水素も5番で3サイクル目にマイナスしますね。こうですね。うん、これで形はできてますよね。あ、ここの水素も1個抜かないといけないんで、3番は右に移動して、H マイナスかな。こうですね。これで一応下半分の形は、これでできたと思うんで、これ、あとはね、これを2番で斜め前に出せばいいだけですね。あ、で、こっちも、こことここをくっつけないと、この塩素とこの C をくっつけないといけないんで、6番で、H マイナスして、左、H マイナスして、で、まあ4番で、4番でも何番でもいいんだけど、ここで出荷かな？これで1個できてるんですけど、まあ、3番と6番は、まあ、一回右に行ってるんで戻ってこないといけないんですよね。だからもう一個サイクルを、3サイクルで1個の割合でできるんだけど、プログラム的には6サイクルで元の位置に戻ってくるように作ります。これでできたと思うんですよ。何？何？あ、そっかそっか。3番がね、3番は右に行ったり左に行ったりだけじゃないんですね。3番は最初はここ足して、右行って左で、で、次はここはマイナスにしないといけないんだよね。マイナスにして、左に戻ってプラス。手にしなきゃいけないんだ。こうですね。これでできましたね。これで今回は360サイクルでできました。それでは終わりますね。ご視聴ありがとうございました。